人臨の刑事条学とは、ドイツの哲学者、イマヌエル・カントの哲学体系のうちに構想された、自然の刑事条学に対比される、刑事条学の一部門のことである。人倫の刑事条学の構想は1760年代には、すでに現れており、純粋理性批判の中でも触れられ、人倫の刑事条学の基礎づけや、実践理性批判などの実践哲学に関する諸著作を経て、 万年になって1797年に交換された人林の刑事条学に結実した。人林の刑事条学は法論と特論とからなる著作である。人林の刑事条学は法や権利を扱った法論と道徳や義務を扱う特論との二つの部門に分けられる。著作としては、まず法論の刑事条学的基礎が先に単独で出版され、続いて 特論の刑事上学的基礎が出版された。カントの道徳理論における実践理性批判の倫理、とりわけ自由意志から導かれる提言名法から負を進めて、カントは徳の義務を法の法則の名法と対致させた。彼は行為の規定に際して意志の純粋さを道徳性として求める徳の義務をあくまでも外面的な行為の正しさだけが求められる。 適法性としての法の義務から区別した。その区別に際して、特義務においては、自分の行為の動機に対する内面的な強制が、法義務においては行為を律するための外部な強制が、人をその行為へと促す行為の拘束性の基礎になっている。法論においては、個人の自由の実践的使用を普遍的な法則に基づいて可能にする法の普遍的原理が展開される。 法論は大きく、司法と広報とに区分され、司法においては、自然状態における人間の制徳的な権利と法が、広報においては、国家状態における法が扱われている。カントは、すべての人間の自由に対する制徳的な権利を要請する。彼の見解によれば、個人の個人的自由の使用を、普遍的な法則に従ったすべての人の自由との調和のうちにもたらすことは、 権利問題である。国家法は国家的秩序の設立に役立つが、そこにおいて主権者、それは人民であるが、はすべての国家公民の自由と平等を保障する。自由の法則に従って国家が機能するために、不可欠な前提は権力分立である。世界市民法は人民の共同的な強制を戦争の防止のために規制する。関東は あらゆる民族が交流できる、ある種の普遍的法則に関して、あらゆる民族の統合が可能な場合、この権利を世界市民権と呼ぶと定義し、たとえまで有効的ではないにせよ、効力を持った相互的関係にあり得る地上のすべての民族に例外なく打倒し得る、平和的共同体の理性的理念、世界市民法は、博愛的ではなく、法的原理である。と主張した。 この理論は永遠平和のためにに引き継がれ、国際連合憲章や世界人権宣言はこの法論と次の特論の影響を受けている。特論は大きく原理論と方法論からなり、さらに原理論は自分自身に対する義務に関する部分と他者に対する義務に関する部分とに分けられている。さらに原理論では義務の説明の後に実際の行為において どのようにその義務が適用されるのかを問う決議論が差し挟まれている。カントは人間の尊厳の承認としての同胞への尊敬を他の人間に対する得義務の中に数え入れる。その義務は人間を決して単に手段としてだけでなく常に同時に目的それ、事態としても扱えと命令する。この人間の尊厳の概念は ドイツ連邦共和国憲法第1条や世界人権宣言第23条第3項にも存在する。自分自身に対する徳の義務は理念に従ってかつ道徳的目的として自分自身の人格性の完成に役立つ。それにもかかわらずこの義務は端的に人倫的な目的である。そうした完成状態への移行は自己認識の弱さのために全く完全には 実現されない。その行為や行為の確立に関して各人の選択一種の自由がどの人の自由とも普遍的法則に従って両立し得るようなどの行為も正しい。ありがとうございます。